大切なものを救おうとすることで戦いが生まれ、愛が存在し続ける限り、同時に憎しみが生まれ、憎しみに忍びが利用される。この忍びのシステムがある限り、憎しみという化け物はまた新たなペインを生み出していく。忍びとはその憎しみとの戦いなんだ。この世に忍びのシステムがある限り、平和な秩序はないのかもしれない。の利益のために第1次から第3次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。互いを信じることができない、それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。自分自身を信じられるのか。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きている限り、そんなものありはしない。なら俺がその呪いを解いてやる。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めろ。それがナルトだ。ちょうどこんな風になったか。俺の両親もお前ら木の葉の忍びに目の前で殺された。さっきも言ったが、平和を生み出し正義をなすことだ。平和、正義、ふざけんな。お前をぶっ倒せ。俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。愛情があるからこそ犠牲が生まれ、憎しみが生まれ、痛みを知ることができる。どこにもないと申し、こんな状況ばかりを作っていた忍びのシステム、佐藤、そしてその忍びたち、この偽物の世界にだ。そしてそれを亡き兄へと注ぎ弔う最後の血としよう。あれを知ってる者同士だからこそ、わざわざそこに行こうとしてるお前をほっとけるわけねえだろ。誰と助け。忍びってのは自分の存在理由を求めちゃいけない。ただ道具として存在することが大切。それは木の葉でも同じだよ。だから忍者ってやつは皆知らず知らずそのことに悩んで生きてるのさ。ザブザやあの子のようにな。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ。忍びとはそもそも何なんだ。里とは、始まりにマダラと俺が望んだ里とは、子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だが君の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。忍びとは耐え忍ぶも、目標を叶えるために。この忍びの世には憎しみがはびこっている。どの忍びも憎しみと戦っている。だがいつかは本当に理解し合える時代が来るとわしは信じている。
俺を救い出した友がいる。互いの心を痛み合うことができる友がいる。そいつはいつかこの世界もそうなればいいと願っている。この世界が見つめる先に光を、そう願う心が俺をこの葉につなげている。